あ、かわいこちゃん、今日はどうしたの？お目当ては本かしら？それとも、お姉さんに会いに来てくれたの？相変わらず、優しい子ね。でも、あいにく今は仕事があって、しばらくはアフタヌーンティーに招待してあげられないわ。うえ！リサさんが真面目に仕事してるなんて、珍しいな。確かにそうね。前回こうして研究に没頭したのは、まだ教練院にいた頃だったもの。久しぶりに真面目に考え事をしたら、ちょっと疲れちゃったわ。そんなに興味があるのなら、あなたも参加してみない？お姉さんと一緒に、学生時代をもう一度体験してみるのはどうかしら？急に仕事を押し付けるなよ！まあ、嫌なの？お姉さんと一緒に困難を乗り越える、せっかくのチャンスなのに。ちなみに、報酬もかなり豪華なのよ。あなたも知っていると思うけど、騎士団はずっと、錬金術の研究をしてるの。でも、大半の研究は、実験室で行われるでしょ？だから人々は、錬金術のことを、あまり詳しく知らないわ。多額の資金を費やした研究は、結局、あまり多くの役割を果たせていなかった。そこで、ジンは、錬金術の成果を、一般人に広めることにしたの。ひとまず、錬金薬をね。私は普段、図書館のことだけでなく、騎士団が提供する薬剤の管理を手伝っているわ。薬剤学は私の研究分野の一つなの。ジンからすると、私はこの仕事にぴったりだと思ったんでしょうね。ただ、人々が日々必要としているものを提供するって観点から見れば、素材を少し調整して、錬成方法も適度に簡略化する必要があるわ。そうなると、簡単だと思っていた研究が、ちょっと複雑になってきたのよね。つまり、オイラたちにその研究を手伝ってほしいのか？でも、錬金術の理論なんて、オイラたちよく知らないぞ。違うわ。お姉さん、もっとあなたたちにふさわしい仕事を思いついちゃったのよ。錬成技術の研究は着実に進んでいるけれど、実際に使った人々からのフィードバックが得られなければ、みんなのニーズに応えられるかどうかはわからない。でも、薬を開発しながら意見を集めるとなると、より効率的な方法が必要になってくるわ。そこで私はひらめいたの。直接錬金薬を売るお店を開けばいいのよ。そうすれば、薬を作りながら、日常的な需要についても調査できるわ。おお、さすがリサさんだぞ。二つの仕事をいっぺんにやるってことか。そういうこと。そして、この仕事に一番ぴったりなのが、我らが騎士団のエリート、旅人よ。教練院にいた頃も、よく学生同士で研究を手伝い合ったものだわ。かわいこちゃん、こんな青春を体験してみたくない？なんかいい感じに言ってるけど、本当はサボりたいだけなんだろう？わかってたわ。やっぱりあなたって、とっても頼りになるわね。仕事が一段落したら、お姉さんが直々に報酬を用意してあげるわ。もうお店を開くための事前準備は終わってるの。後のことは、向こうについてから話しましょう。ここでお店を開く予定よ。わあ、この下準備を、リサさん一人で全部やったのか？いいえ。騎士団のみんなが一緒に頑張ってくれた結果よ。開業資金は、ジンがわざわざ用意してくれたの。薬を作るのに必要な材料や設備については、アルベドとスクロースちゃんが協力してくれたわ。そして、今後の物資の補給は、後方支援部隊の担当。そこにあなたたちも加わってくれたおかげで、お姉さんの負担はかなり軽くなったわ。ここ数日、騎士団はお店の宣伝をしてくれているの。準備ができたら、もう正式にオープンよ。じゃあ早速、こちらの材料を使って、ポーションを練成してみてちょうだい。
最初のポーションは無事売れたみたいね。いい滑り出しだと思うわ。次にどんな薬を作るかは市場の情報を参考にして決めないといけないの。最近のニュースに基づいてどんなものが必要か推測する。これは経営のための必須スキルよ。なんだか難しそうだな。お姉さんが最近の市場情報をまとめてあげたから心配しないで。どう？これから販売するポーションに、じゃあ新しい薬草の栽培を試してみて。ここにある薬草は生物錬金の技術で品種改良されていて、それぞれ異なる効果と特徴を持っているのよ。入れる材料の種類によって最終的に出来上がるポーションも変わってくるから、いろんな組み合わせを試してみるといいわ。さあ実際に試してみて。栽培にも慣れてきたみたいね。そうそう、広報支援部隊の騎士がついたの。彼女は定期的に新しい物資を補給してくれるから、後で挨拶しておいてちょうだい。後のことはあなたに任せるわ。そうだぞ、なんでオイラたちだけが忙しくしてるんだ。リサさんは何してるんだよ。私？もちろん、可愛子ちゃんが経営と錬金術のコツをうまくつかめるようにサポートしているのよ。お姉さん、ずっと応援しているわ。頑張ってね。やっぱりな。オイラ、こうなるって分かってたぞ。注文数だとやっぱりオイラたち2人だけじゃ無理があるよな。そろそろ新しい助っ人を呼んだ方がいいんじゃないか。かわいこちゃんたち、今休憩中かしら。最近の売上データを見たんだけど、やっぱり2人には経営の才能があるのね。本当にたくさん売れているわ。リサさん来てくれたんだな。ちょうど今助っ人が欲しいって話してたんだ。あら、注文が多くなってだんだん手が回らなくなってきた。そうなんだ、こんなにお客さんが来るなんて思ってなかったぞ。私は予想していたけれど、実はあなたたちが開店準備に勤しんでいた時、私とフレダは経営効率を上げる方法について話し合っていたの。あなたたちの経営を観察してみたけれど、錬金術も薬草の栽培も販売方法もまだまだ改善の余地があるわ。え？こっそりそんなことしてたのか？てっきりずっとサボってるのかと思ってたぜ。あらあら、お姉さんも肝心な時は頼りになるのよ。その効率を上げる方法って具体的にどんな方法なんだ？そうね、具体的な改善案についてはすでにフレダと話をしたわ。詳しいことは彼女から聞いてちょうだい。あら、こんな短い期間で売り上げをここまで伸ばしてくれるなんて、もしかして可愛子ちゃんって商売の天才なの？相変わらず謙虚な子ね。こんなに素晴らしい成果を出したんだから、もっと誇っていいと思うわよ。もしあなたが助手としてそばにいてくれたなら、私の休暇も2倍になったでしょうに。さあ、売上データはすでに十分集まったわ。お疲れ様。もちろん、もし引き続きお店を手伝ってくれるのならお姉さんはとっても嬉しいけど、
これでジンにも報告できるわね。旅人パイモン、久しぶりだな。ジン団長、来てくれたのね。ちょうどかわいこちゃんとの仕事の引き継ぎが終わって騎士団に戻ろうとしていたところよ。ああ、他の騎士から大体の状況は聞いている。今回も旅人に手伝ってもらうことになるとは思わなかった。あら、こういう大切な仕事で成果を出すには賢くて有能な協力者が不可欠なのよ。だって私だけだったらここまで効率よくこなせなかったもの。確かに君たちの実績は驚くべきものだった。他の用事を済ませてから様子を見に来ようと思っていたが、なかなか時間が取れなくてな。せめて面と向かって礼を言いたかったんだ。ああ、君たちのような優秀な仲間がいてくれて本当に安心だ。この件が一段落したらちゃんとお休みをくれるかしら。最近少し抜け毛が多い気がするわ。もちろんだ。連日苦労をかけるな。君が毎日図書館に入り浸っているのを見て、ずっとそればかりだと退屈するのではないかと思った。それで君の才能をより発揮できるような仕事を手配したのだが、一気に負担をかけすぎてしまったか。まあそんなことないわ。騎士団のみんなのサポートもあるし、頼もしい旅人もお仕事を手伝ってくれたもの。たまには本業に戻って研究をするのもなかなか面白いわね。そうか、そう思ってくれているならよかった。旅人、改めて感謝する。この報酬を受け取ってくれ。そうそう、お姉さんもあなたのために記念品を作ったの。気に入ってくれると嬉しいわ。民衆は思いのほか錬金薬を受け入れてくれている。このままいけば錬金薬に関連する産業は一足飛びにモンドの新たな経済源になるかもしれない。そういうことはまた後で考えても遅くはないわ。せっかく大きな仕事が一段落したんだし、時間を作って打ち上げでもしましょうか。おいしいものを食べられるのか。おいら絶対参加するぞ。もちろん、準備ができたらお姉さんが招待してあげるわ。ああ、確かに。みんなにもちゃんと休んでもらわないとな。